エーズン -206 エーズン -206 は西安愛生技術集団講師が開発した短距離多用と無人航空機。同社は西北工業大学が所有する独立法人である。軍民療養を意として開発された。1994年12月に開発が始まり、1996年に少量生産を開始した。百九十六年の司会エアで、 初めて公開された。軍民療養の無人航空機であり、昼夜偵察、戦場監視、弾着観測、国境や交通の巡視、NBC 探知、大気サンプリング、航空写真や航空測量、災害モニタリングに用いられる。主翼はテーパー翼、公翼配置となっている。総ブーム形式で、ブームの後端に垂直尾翼があり、2枚の 垂直尾翼の間に水平尾翼が付けられている。垂直尾翼と水平尾翼は H 型配置となっている。推進方式はプッシャー式である。エンジンは空冷水平対抗にストローク4気筒の HS-700 を搭載している。エンジンの最高出力は 51HP である。プロペラの翼の枚数は2枚である。膠着装置は簡略なスキッドが付けられているだけであり。 ランディングギアは持たない。離陸は、ラトを使い方パルトから出される。回収はパラシュートを用いて行われる。空中ビデオレコーダー、リアルタイムデータリンク装置に加え、機種部にはミッションに応じたペイロードを搭載可能。その他のミッションに応じた装置が選択できる。電波式飛行管制管理システム、衛星測位システム装置、テレメトリー受信及び、 画像信号送信装置を搭載するドローン本体の他7両のトラック。2013年10月時点で生産は不明瞭であるが終了したものと思われる。ありがとうございます。